どうもネクラーです。今回は文具女子博で買ってきた購入品のインク編やっていきましょう。で、今回の文具女子博で購入したインクはもう並べてあるこちらになります。一応これは売り切れてたので文具女子博外で買ったけど文具女子博でも売ってたインク。他は全部文具女子博の会場で購入してきたインクです。色見本表ももうすでに作ってあるので一個ずつ紹介していきます。 まずは、文具館滝沢さんの雪だるまインク。これ、他の動画でも話してたけど、すっごい欲しかったインクで、まあ、オンラインか新潟に行かなきゃ買えないかなと思ってたインク。なんと文具女子博に持ってきてくれてたので、買えました。スノーボールと雪だるまがあって、どっちもひんやりした冬にぴったりのお色になってて、雪だるまの方は、こんな感じで白い 顔料なのか粉なのか、なんかラメと一緒に白い色も入ってました。振ると、ちょっと泡々になっちゃったけど、こんな感じ。こんな感じで、ちょっと瓶の外からでも不透明に見えますよね。ラメと白い粉かなが浮いてます。で、ノートに書くと、こんな感じ。ひんやり感のある色味になってます。 動画でちゃんと伝わるかな色味。すごいキラキラの雪の反射みたいな色です。かわいい。これかなり気に入ってる。買ってよかったインクですね。遠くから見るとこんな感じ。かわいいです。と、白い紙に書くとこんな感じ。キラキラの水色のインクですね。 雪のひんやり感が感じ取れるインクになってます。おきに、書者のアカウントでもチラチラ使うので、よかったら書者のアカウントの方もチェックしてみてください。次次が、一目惚れで会場で買ったインクなんだけど、めちゃめちゃ買ってよかった。かわいいインク。こちらは、インクマゼルさんかなちょっと発音がマゼルさん合ってるのインク。 冬の観覧車の文具女子博オリジナルラメ配合のインク。でね、ラメがね、めちゃめちゃ可愛いの。赤と青のラメと銀かな。大きめのグリッターっぽいラメが入ってて、すごくキラキラします。伝わるかな動画に。あ、映ってる。映ってるかも。どうかな赤と青のラメが。 キラキラーっと入ってるんですよね。チラチラとたまに動画でも映ってる感じがする。ピント合ってない時が一番映ってるかもな。こんな感じのインクで、めちゃめちゃ可愛いの。いや、これ、写真じゃ全然映えなくて残念だったんだけど、動画だとどうかなあー、銀に見える。いや、青と赤が、こう、ピント合ってない時が一番色味が出てるな。 どう伝、いやーこれ肉眼だとすごいんだけどな。赤と青のラメが別々の色でキラキラーと反射するからすごい可愛いんだけど伝わるかなちょっと伝わるかなすごく赤と青なので一瞬アメリカンな感覚がある。アメリカの国旗みたいって一瞬だけ思うようなラメ。 これ肉眼でね、ぜひ見てほしいので、あの、お手紙とか書くときは、このインクがいいなと思う。本当肉眼で、うわー綺麗って思う感じのインク。伝わんないな。赤と青感がね、すごいんだけど。こんな感じ。まあ、ザクザクした、細かいラメじゃなくて、ザクザクのキラキラなラメですね。文字に書くと、こんな感じ。 文全体がチラチラキラキラっとするんだけど、やっぱなんか動画だとやっぱり難しい。肉眼で見てほしいな。これかなり買ってよかったと思う。お気に入りのインク。白い紙に書くとこんな感じ。キラキラっと。わー、かわいい <laughs> こんな感じで。 キラキラーっとしてます。観覧車って感じですよね。可愛い,いです。これ超お気に。あの、他のインクはね、チェック済みでね、すごい期待して買ってきたけど、こちらのインクは会場で見て、で、文グ女子博限定なんだーってポロっと買ったインクだったので、めちゃめちゃ予想の上を行ってくれたお気にのインク。 いやー、肉眼で見てほしい。いやー、これは本当に、あの、人にお手紙書くときとかに、絶対使いたいなと思う、インク。で、次がセーラーさんのシーンインクで合ってるかな。3色あって2色だけ買いました。もう1色は似た色を持ってたので、こちらの2色、これずーっと欲しくて、別に文具女子博限定じゃないんですよ。雪だるまも。 なんだけど、文具女子博限定じゃなくて、ここ二つは特にイベント限定とか、店舗限定でもなく、売ってればどこでも買えるロフトとかハンズとか、あとインク屋さんとか、文房具屋さんとか、どこでも買えそうなインクなんだけど、ずっと欲しくて、買うタイミングがなくて文具女子博で一緒に購入してきたものになります。一個目が、ダークケイブ。こちら。で、シーンっていうのが、ラメじゃなくて、フラッシュで、 違う色が出るやつ。ネットフラッシュとかは結構知ってる人も多いと思うんだけど、こんな感じでね、インクが分離した時に違う色がキラッと出るインクになってて。そうで、これ万年筆に入れていいと思って買ったんだけど、万年筆ダメでしたね。乾くと、あの、墨汁みたいに膜を貼るんですよ。墨汁。小学校の時に結構汚く使ってた人がわかると思うんだけど、修字セットとかで。 墨が膜を張るときってあると思うんだけど、あんな感じでパリパリっとね、膜を張ってしまうので万年筆には向かないのかなと思います。で、一色目のダークケイブ。こちら、青い色に紫赤っぽいフラッシュ。これが文具女子ハックで変えたやつ。こんな感じで。いや、すごいよね。この細かい文字の部分も全部にフラッシュが出てます。これがフラッシュなしで、 フラッシュ出ると全体が赤く見える。すごく可愛いインクになってます。白い紙に書くとこんな感じ。こんな感じでキラキラーっとシーンが浮き出ます。こんな感じです。これと、もう一色。もう一色がね、大人気。その色は、うんぐ女子博で売り切れてて、私もね、この色が一番欲しかった色になります。なんて読むのこれ。読み方がわかんない。 リープフィグ合ってる。<laughs> リープフィグこちらの色味。あ、ライプフィグでした。どういう意味だろうこんな感じ。すごい、ベルベットっぽい暗い赤に、緑が浮きます。こんな感じ。 めちゃめちゃかわいい。結構黒く見えるね。画面だと。ちゃんと暗い、黒に近いけど暗い赤なんですけど。やっぱカメラだと伝えづらいな。ちゃんと赤みもある。まあ、でも結構暗めの色に。いや、緑が浮くってすごくいいですよね。ホリデー感がある。かわいい。 ちょっと穴場の文房具屋さんなので、教えたくなくて文具屋さんって書いてある。私が行きつけで行ってる穴場の文房具屋さんは、売り切れてる有名な文房具とか人気の文房具もギリある <laughs>。ギリあるって感じの文房具屋さんなんですよね。と、白い紙に書くとこんな感じ。こんな感じでキラキラっと。や緑かわいい。 こんな感じです。これも超おきに。普段使いにいいですよね。あとラメが入ってないので、振りながら使わなくてもいいのも楽で気に入ってます。と、ラスト、ラストが、こちら。アイシーさんのインクセット5色の、えっ、ー、と、手書き時間っていうシリーズの顔料インクのセットです。 こちらはイベント限定、文具女子博じゃなくても文具女子博でもイベント限定で出るセットらしくて、普段は一食ずつ大きめの瓶でしか買えないんだけど、こちらのセットを買うと5色お休めにお試しができるので購入してきました。で、IC さんは漫画系の画材を結構取り扱ってるメーカーさんで、漫画によくある白い液、白い色のインクの応用で作られた感じの 結構クオリティが高いインクになってます。一色目、バジル。こんな感じで不透明の顔料インクになってます。くっきり色が出る顔料インクで、 あのー、筆とかには向かないし、つけペンもすぐ固まるので要注意ですね。ガラスペンとかも使わない方がいいかも。まあ、つけペンでささっと書いた後にしっかりつけペンのケアをした方がいいかなって感じ。あと、どこのメーカーか忘れたからメーカー名は言えないんだけど、あのー、 このタイプのつけペンを洗うブラシをどっかのメーカーさんが出してて、それとかも一緒に買っておくと安心かも。私のつけペンも何回か詰まって、結構メンテナンス自分でしながら書きました。で、白い紙にも入るんだけど、ユポ紙とかグラシン紙とか、あと黒い紙にも入る色味になってます。白はこんな感じ。結構字の端がぷっくりしてるからわかると思うけど、粘土のある インクになってます。かわいい。ユポーシーすごいいいよね。あと黒にも。いろんな画材とか場所で使えるインクになってます。あとね、本当にね、乾くのが早い。書いてる途中でね、ペン先固まっちゃったりするから、さささっと書いた方が良き。ただ、乾くのが遅すぎて待つよりはいいかなっていうスピードでした。 次アネモネピンクこんな感じの結構パッキリ目の色かなと思います可愛い,いよね白に描くとこんな感じちょっと日が暮れてきて色味が伝わるだろうか結構明るめではあるんだけどと湯帽シと黒い紙に描くとこんな感じ かわいい。結構気に入ってる。5色の中でも、アネモネかわいい。と、あーこれもかわいい。こちらがアジサイ。青色ですね。こんな感じで。さっきのアネモネ、ピンクとアジサイのこの青が、5色の中ではお気に入り。まあ、好みですね。 ゆぽしに書くとこんな感じで、ポストイットに書くとこんな感じ。かわいい。そうそう、今回、あのー、黎明さんの竹紙っていうリフィールも買ったので、それも顔料系入えるリフィールになってるので、それとも相性良さそうと思って、楽しみにしてるインクです。次が紫のリラ。これもかわいい。紫好きな人はおすすめ。 リラなのにアジサイだな。え、ちょっと待って。リラとアジサイ文章間違えたほんとだ。<laughs> こっちの文章リラになってる。私、インク間違えて書いてた。あら。逆だね。普通に間違えた。なんかこっちアジサイって書いてあるからおかしいなって思った。<laughs> あ、紫もアジサイっぽいね。 ちょっとリラがどんなものかわかんなくて。ゆぽしとポストイット。かわいい。あとは。あ、これが一番最初に書いた色。シナモン。そう、この時に太めのペンで描いたんですよ。このタイトルのとこ。さっきから見せてるよ他のインクは結構最初太めに、太めのカリグラフィーペンとかでタイトル書いてるんだけど。 とこっちは、あの、すぐ固まるからやめたんですよね。これ最初、カリグラフィーペンで書きました。あの、リザーバーがついているカリグラフィーペンはおすすめしない。洗うのが大変になっちゃう。あ <laughs> の、メーカーの目と顔を2回間違うっていうのも、すごい工事ですね。文具女子博も間違えてるし。かなり限界だね。白い紙に書くとこんな感じ。 なんか画面だとちょっと色が濃いめに映るかも。多分肉眼だとね反射するから薄めに見えるかな。粉っぽさがある色なんだけど。というポッシはこんな感じで、黒い紙に書くとこんな感じでした。今回のインク編はこんな感じ。いや、大満足。欲しいインクを変えたんじゃないかと思います。 あとね、他のメーカーさん欲しいインクすでに購入し終わっているので買わなかったっていうのもあって、今回買ったインクはこんだけだけど、かなりお気に入りのインクが揃いました。今後文具女子博とかに行く人はこの冬の観覧車、めちゃくちゃおすすめ。めちゃめちゃ綺麗なのでみんなに肉眼で見て欲しいインクになってます。今回の動画はこんな感じ。まだまだ文具女子博の動画続いていくと思うので、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。